ブローニング M1917 機関銃はアメリカ合衆国で開発された銃機関銃である。M1917 はジョン・ブローニングが1901年に特許を取得した水冷半導利用式機関銃の設計に基づいている。1917年第一次世界大戦の勃発を受け大量生産が容易で膨大な需要を十分満たし得る銃機関銃として アメリカ軍に採用された。特徴としては、重心の冷却機構に、コルトブローニング M1895 の失敗から、マキシム機関銃と同じ水冷式を採用し、水冷機構部分は、外見上マキシム機関銃のものと似ているが、内部の冷却構造は、全く違ったものを採用しており、マキシム機関銃に比べはるかに軽量であったとされる。機関部の作動方式には、 ショートリコイル式を採用している。弾薬は30から06スプリングフィールド弾を多くの機関銃設計者と同様、ジョン・ブローニングは高発射速度の自動火器を設計するにあたって最も効率的、実用的な機構としてショートリコイルを採用するべきだと考えていた。1九百年にはブローニングが以前に手掛けたコルト・ブローニング機関銃と同等の機能を有する、水冷。 半導利用式機関銃の特許を初めて申請し、1901年に認められた。ただし、当時機関銃開発への関心が薄かった、アメリカ政府からの支援は得られず、ブローニングは民生市場向け銃器の開発に注力するため、この設計案を1910年まで休眠させていた。1910年には1901年設計案に、基づく試作銃を用いた試験が行われ、 ブローニングは、さらなる改良と発射速度の向上を求めた。当時、アメリカ軍の機関銃への関心は、比較的、低く。1904年に、マキシム機関銃を、1909年に、ベネット・メルシェ自動小銃を採用していたものの、いずれも数は少なく、運用戦術も確立されていなかった。その後、1914年の第一次、世界大戦勃発を受けて、 多少関心が高まり、1915年にはビッカース銃機関銃が採用されている。1917年4月6日、アメリカ合衆国がドイツ帝国に戦線布告を行い、第一次世界大戦に参戦した。しかし、同日秘密裏に行われた報告によれば、この時点で陸軍が有する機関銃は、大小新旧の各種合わせて1110丁のみであった。一方、 ドイツでは海戦以来大量の機関銃の配備が進められており、アメリカ陸軍には控えめに見積もっても10万丁の機関銃を配備する必要があるとされた。軍部はフランス製各種機関銃の調達を進めたものの、これらは 8X50 メートル MR ルベルダン仕様のままだったので、30から06スプリングフィールド弾とは別に供給を行う必要があり、平坦上の懸念を招いた。 参戦に先立ち、ブローニングは2種類の、30から06使用自動火器、すなわち1910年の設計を改良した、水冷式銃機関銃、及び突撃射撃を想定した、軽量な機関小銃の設計案を政府に提出している。1917年2月27日、ワシントン DC のコングレスハイツにて、軍公館、議員、諸外国軍人、 報道関係者など300人を招き、これら2種類の自動火器のデモンストレーションが行われた。展示は共に好評で、当局は機関小銃の採用を直ちに決断したほか、水冷式機関銃は極めて過酷な環境で運用されることが想定されたため、徹底的なテストとさらなる改良が行われることとなった。参戦後の1917年5月、 スプリングフィールド造兵賞の試験場にて、水冷式機関銃の最初の公式テストが行われ、信頼性と構造の単純さ、製造の容易さなどが高く評価され、正式採用に向けた推薦が行われた。もともと、コルト社は、ブローニングの特許に基づく柿を独占的に製造する権利を有していたが、一社で軍部の需要を満たすだけの機関銃を生産することは不可能であった。 そのため、コルト社は製造権を政府に売却し、1917年7月までに他の重機メーカーでの生産体制が整えられることとなった。7月から8月にかけて全米各コルト社のほか、ウェスティングハウス社、レミントン社が製造を行った。調達は1919 19年春までに、全線の機関銃を M1917 に置き換えるという想定で進められていた。 実際には1918年11月に休戦を迎えたものの、戦後もしばらく製造は続き、12月末までに合計56,608丁が製造された。1919年頃から1930年代半ばにかけて M1917 の全面的な改良が進められた。改良を加えたモデルの名称は m 1 9 1 7 1とされ、 既存の M1917 も順次 M1917A1 へと回収していくこととされた。また、第二次世界大戦中にも M1917A1 に各種改良が加えられ再生産も行われている。洋党の戦いで M1917A 機関銃を用いるアメリカ海兵隊 M1917 は第一次世界大戦勃発を受けて 大量調達が図られたものの、前線での本格的な配備が進められるよりも前に、急戦を迎えた。フランスには3万582兆が持ち込まれたが、このうち実戦で使用されたのは1168兆のみである。最初の実戦投入は、第79師団所属の文献隊による1918年9月26日の戦闘であった。 第一次大戦後もアメリカ陸軍の正式機関銃としての普及が進められた。1930年代後半、改良型の M1917A1 が設計され、ハイビズミの M1917 も順次 M1917A1 へと回収された。M1917A1 は第二次世界大戦勃発時の主力銃機関銃であった。 その後の朝鮮戦争などでも使用され、最終的には1950年代後半に M60 機関銃などで更新された。M1919 は M1917 を空冷化、軽量化した機関銃である。もともとは戦車搭載用の機関銃として開発されたが、後に不評用の軽機関銃と位置付けられた派生型の M1919。 A4 や M1919A6 が採用され、アメリカ軍で広く使用された。重量のある M1917A1 は移動、運搬に難があったため、徐々に M1919A4、A5 へと置き換えられていったが、一方で、水冷式のため持続射撃能力に優れており、太平洋戦争における日本軍、あるいは朝鮮戦争における 中国人民志願軍が実施した不評による大規模な突撃にも十分対処することができるとして M1917A1 が重宝される場面もあった。中華民国では1921年からライセンス生産が行われたが24式重機関銃に比べると生産数は少なかった。第二次世界大戦後には韓国陸軍や警察予備隊 ベトナム共和国陸軍など新米諸国の軍隊へ供与され、ベトナム戦争では南ベトナムに供与された M1917A1 が多数用いられている。M1917A1 この銃はキャリングハンドルを装着しているブローニング M1917 初期生産型。重心冷却に水冷式を採用。 ブローニング M1917A1M1917 の各部を強化して耐久力を上げ機関部を改良したタイプ。ブローニング M1918M1917 の重心の冷却機構を水冷式から空冷式に変更した航空機関自型。水冷機構を省いたためバレルジャケットは軽量化されているが重心自体は M1917 に比べて 重量型の肉厚なものになっている。第一次世界大戦には間に合わなかったが、戦艦機のアメリカ軍航空機の搭載武装として使用され、地上用の M1919 機関銃としても発展した。詳細は、ブローニング M1919 機関銃を参照。ブローニング M1918M1M1918 の派生型。機体への直接固定式搭載に加えて、 戦回機銃としても使用できるように回収されている。M1918 が m 1 9 1 9 1機関銃に発展したのと同様、航空機銃として30案、M2 へと発展した。詳細は、ブローニング m 1 9 1 9 1機関銃ア案、M2 を参照コルトモデル1919 19、1924。 1928コルト社によるブローニング M1917 の輸出モデルの故障。主に南米アルゼンチンなどに輸出され、改良型のコルト M1928 では、M1917 に比べ標準装置やフラッシュハイダー、マウント部分などが改良されている。コルト MG38 モデル1928の発展型。 M1917 やモデル1928とは、水冷用重心ジャケットの取り付け方が異なる。MG38T グリップをスペード型としたモデル。MG38BT 重心を空冷型とした装甲車両搭載型。CKMWZ30M1917 の輸出型である MG38 のポーランド軍での名称、及び、 MG38 に改良を加えたポーランド製のコピーモデルの故障 7.92X57mm モーゼル弾を使用 M29MG38 のノルウェー軍での故障1929年から1940年まで重機関銃や対空機銃として使用された M1918 相当の航空型も使用されている 30節式重機やり中華民国の関与兵交渉でのライセンス生産型 7.92X57mm モーゼル弾を使用民国期限10年10月10日に採用されたことから30節の名が付いた KSPM14 から 29M1917 のスウェーデン軍使用型 6.5X55mm 弾使用 KSPM-14 の後継として導入され、M-14 の水冷式重心冷却装置と重化を組み合わせた独自仕様としたためこの名称で呼ばれる。原型の M1917 とはグリップがスペード型となっている点が異なる。1929年に正式採用され、1943年頃までスウェーデン軍で現役で用いられたが、m 36に更新され、以後は強度防衛隊で1960年代まで用いられた。KSPM361936 年に M14 から29の更新用として導入され、もので M1917A1 を 6.5X55mm 弾使用としてライセンス生産したモデル。正式採用のちほどなく 8X63mm 弾使用への 回収が行われ、弾薬の強力化に伴って、重火はスウェーデンオリジナルの反動吸収用干渉装置付き三脚化に変更されており、グリップは重火に付属するスペード型のものを用いる。重火には防炎照準器と距離、射角指示表を備えており、長距離射撃性能の高いものとなっていた。重火に対空小循管を装備した対空機銃型も製造され、 単装型に加えて、連装型も開発、製造された。1966年からは 7.62X51mm、ナトー弾仕様への回収が進められたが、未だ大量。1970年代の後半にはそれらも 7.62X51 マムネイト弾仕様への回収が進められ、訓練用もしくは予備装備として保有された。スウェーデンにおいて、 最後の KSPM-36 が用途廃止となったのは1990年代のことである。スペードグリップを備えた水冷型。KSPM-36 の車両搭載型。STRV とはストリッツバンガンスウェーデン語で戦闘車両を示す。バレルジャケットは水冷型から空冷型に変更され、グリップはピストルグリップ型となっている。ボルト、エッジ。 とはそれぞれバンスター、ホーガー、左、右側を意味し、球団口が左もしくは右側にあることを示す。この2種を搭載する車両の装備位置により使い分けた。車両に搭載してもいられる、車載対空機関銃型、空冷型バレルジャケットとピストルグリップを備える、対空銃下に搭載された対空型、水冷型バレルジャケットとスペードグリップを備える、 二連装対空銃下に搭載された対空型。水冷型バレルジャケット、スペードグリップ装備。KSPM391939 年に採用された M36 の空冷化モデル。M36 を M1919A4 に倣って、スウェーデンで独自に空冷化したもので、主に戦闘車両に搭載され、対空銃下に搭載した対空機銃としても用いられた。 M36 と同様、1970年代の後半からは 7.62X51 マムネイト男子用への回収が進められたほか、約船長が KSPM42 から改装され、7.62mmKSPM39C の正式名でセンチュリオン戦車の、それらのうち、 ストリザ・フォーデン90不評戦闘車に搭載されたものは21世紀に入っても現役で用いられている。KSPM-39 のうち車両搭載型の正式名。STR-V はストリッツ・バンガン・ボルト、エッジはバンスター・ホーガー、球団口が左もしくは右側にあることを示す。ブローニング M1917 へ機関銃の登場作品を表示するには右の 表示をクリックしてください。ゴジラ防衛隊が東京に再度上陸したゴジラに対して、ブローニング M1919 銃機関銃とともに使用。空の大怪獣ラドンメガルロンの出現に伴い、出動した防衛隊が重心、機関部、銃艦に分解した状態で本銃を運ぶ。ただし、射撃シーンはない。大怪獣、バラン羽田空港に上陸したバランに対して使用。 映像は、蒸気のフィルムの流用。ワイルドバンチ、ザ・パシフィックがダルカナルの戦いで、第一回兵士団の隊員が使用。第4話からブローニング M1919 銃機関銃が登場したため、以後登場しない。元となった戦いでは、一人で抱えて銃撃した証言がある。月光仮面第3部、マンモスコングに登場。自衛隊がマンモスコングに対して使用。 レッドデッドリデンクションバトルフィールド一円五兵の武器として登場する。本来はありえないが傾向できるオリジナル設定となっている。ありがとうございます。